ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。やっぱり女子の価値は男性経験で決まるのかしら。いきなりそんなこと言われて驚いちゃったぞ。そうなると私って、価値もない日モテ女？そういえば霊夢に彼氏がいるって聞いたことないぜ。しかしそんなもんで価値が変わるとかはないだろう。本当に？じゃあ今回は男性経験がないと噂される芸能人を紹介していくぜ。ゆっくりしていってね。一人目に紹介する人物は橋本環奈さんだぜ。奇跡の一枚から今やコメディエンヌとしても期待される女優だぞ。すっごい美少女が美女になって、それでギャグもできるからすごいわね。鼻の穴に指を突っ込んで変顔するには驚かされたぜ。白目向いてる。それでも可愛いと思う私がおかしいのかしら？実は私も可愛いと思うぞ。まさに銀魂のかぐらちゃんは当たり役よね。癖が強い汚れ美少女演じさせたら、世界一だよな。同感だわ。ギャグに体を張る姿も可愛い、と思ってしまうとこもすごいぜ。もうね、この美少女っぷりは無敵の存在だと思うの。癖の強すぎる加工を持つ美少女もハマるぞ。ハゲ面も厭わない橋本さん、好き。本当に奇跡の存在だ。天は難物も橋本さんに与えすぎでしょ？あ、でも天使だから当然よね。この橋本さんなんだが、今も男性経験がないと噂されているんだぜ。え？こんなに可愛くても、男性経験がないなんて。それで価値は下がるかと思えば楽に上がってると思うぞ。売れっ子すぎて、お付き合いの時間がないだけでしょ？噂はあるんだが、なかなか真実を見せないぜ。でも完全に男性経験がないって言える根拠はあるの？それは橋本さんのお母様にあるんだよ。橋本さんのお母様は橋本さんの美少女ぶりに、絶対にアイドルにすると決めてたそうだぞ。これだけ綺麗ってことは、子供の頃から可愛かったってこと？とにかくずっと美人として生きてきた人なんだぜ。じゃあモテモテだったんじゃないの？いや、完璧なママガードが必ずついていたそうだ。マジで？学校関連のことから、地域アイドル時代、お母様の送り迎えがあって、あかん虫どもはデリートされてたみたいだな。最強の虫よけで、ボディガードがいたわけね。でも橋本さんも仕事が忙しくなってるし、一人立ちしてるでしょ？お母様は抜き打ちで橋本さんのお部屋に来るそうだぜ。それも怖い。これじゃ男性も近寄れないでしょうね。現在は成人して、お酒を楽しんでいる橋本さんだが、飲み仲間も保護者を気取る屈強なセレブおじさんたちだそうで、飲み会で麻雀を一緒に楽しんでいるみたいだな。わ、ますます。本人が楽しく過ごして、仕事も頑張れるならいいんじゃないかと思うぞ。二人目に紹介する人物は広瀬すずさんだぜ。ファッションモデルから芸能活動をスタートした女優だぞ。ものすごく可愛いわよね。すずさんも美人だけど、お姉さんの広瀬アリスさんも美人。お二人とも似てるとこがあるけど、全くタイプの違う美人だよな。不仲説は年中出てるようだが、実際にはものすごく仲がいいらしいぞ。広瀬さんもインタビューで私の宿命の人は姉です、と、発言してるのよね。同じ仕事をしていると、いろいろあるかもしれないが、一番の理解者がお互いなんだと思うぜ。芸能界って大変そうだものね。なお現在も広瀬さんはお姉さんのアリスさんとお母様の3人で、暮らしているそうだぞ。きっとお母様も美人なんでしょうね。そんな広瀬すずさんも男性経験がないという噂があるんだぜ。え？インタビューでもしっかりとそれを認めているし、男性経験がないと公言しているんだ。え？広瀬さんは2016年の怒りや2022年の流浪の月などの映画で、暴力や、敵虐待の被害者の役を演じているから、男性経験に関しては勝手な憶測が出てきやすいところはあると思うぞ。難しいわよね。しかし広瀬さんは男性経験がないからこそ、そこで起こる許しがたい悲劇を演じられるのかもしれないぜ。ある時期、バラエティ番組でのスタッフを軽視した発言があったけど、ああいう役はメンタルが削られそうだもんね。地元で性格悪いって有名とかのネガキャンも SNS で貼られていたよな。性格悪いから男性経験ないとかいう意味かしら？それも失礼な話よね。それも本人の身が知るってことじゃないかと思うぞ。今は噂になってる俳優さんがいるけど、どうなのかしら？本当なら同居しているお母様とお姉さんも認めたってことじゃないか？そうよねー、もう適齢期ってやつだもの。三人目に紹介する人物は渡辺真由さんだぜ。女性アイドルグループ AKB48 の元メンバーで歌手や女優として活動していたぞ。黒髪が本当に美少女って感じで可愛かったのよね。引退は寂しかったなぁ。健康問題なんだから、仕方ないが悲しんだファンも多かっただろうな。芸能活動を頑張りすぎちゃったのかな。人気があった分、ゆっくり休養する時間もなかったんじゃないかと思うぞ。なんたって AKB48 の元祖神7ですからね。そんな元 AKB48 で大人気だった渡辺さんも男性経験がないという噂があるんだ。なんかわかるわ。
何か根拠があるみたいだな。あのね、AKB48 って恋愛禁止なのよ。出会いはあっても付き合う暇はなさそうだぜ。しかも渡辺さんは12歳くらいで AKB48 に加入してるから、初恋とかの暇もなかったと思うのよね。それを律儀に守ってるってことなのか？まゆゆはスーパー真面目アイドルだもん。健康問題を抱えるほど、アイドルとして頑張ってきたんだから。霊夢の意見ももっともだと思うぜ。ファンの夢を壊したくなかったんじゃないかしら？引退前に出演したバラエティ番組で渡辺さんは、誰かを見て、いいなぁ、とか言うのもなかったですと答えてるぞ。それはそれでこれから大変かも。引退したんだから、これからマイペースに恋愛もすればいいと思うぜ。素敵な女性なんだから、素敵な男性に出会ってほしいな。4人目に紹介する人物はおかずクラブのお二人だぜ。パワフルなネタとビッグサイズっぷりで人気の女性芸人コンビだぞ。これがお前らのやり方かー。それは？おかずクラブのお二人のネタよ。時代劇のセリフみたいだな。そういう空気感が面白いの。女性二人でどっちも面白い感じも受けてると思うぞ。元看護師のオカリナさんの狙ってないのに受けてしまうボケっぷりがいいのよ。こういう看護師さん、小児科で人気がありそうだな。それから自称タイラー・エリジのゆえ P さんは存在そのものが楽しい。ゆえ P さんだから許されているネタも多いと思うわ。ちなみにおかずクラブのお二人も男性経験がないという噂があるぞ。ああ、確かにいい。なんかそういう感じがするわ。私はこういう人たちの方がモテてる現場を見てるぜ。いや、付き合ったことくらいはあると思うわよ。確かにお付き合いの経験はあるそうだぞ。ただ肝心な恋愛のゴールまでたどり着けないそうなんだ。それで男性経験がない、ってこと。そうだぜ。なんだか緊張しすぎてチャンスを逃してしまうそうだぞ。でも、お付き合いの経験はあるんだ。なんで落ち込んでるんだ？二人に裏切られた気分。だからなんで？私、お付き合いどころかデートしたこともない？まずはゆえ P さんみたいにダイエットして自分を磨き。うんうん。リバウンドして元通りになってみたらいいと思うぜ。そういう気合がないとモテどころか、デートも無理ってこと？さあ？ひどい。5人目に紹介する人物は松江ジュリナさんだぜ。女性アイドルグループ SKE48 の元メンバーで、現在は女優やタレントとして活動している人だ。松江さんは AKB48 と兼任していたこともあるわよ。ものすごく忙しかったろうな。そうだと思うわ。あと松江さんってプロレスラーの役をやっていたこともあるんだぜ。ハリウッドジュリナね。豆腐プロレスの登場人物だけど、よく覚えてたわね。フィニッシュホールドの一つがレインメーカーだったから覚えてるんだぜ。レインメーカー？金の雨が降るぜ。わかったわ。ハリウッドジュリナ、じゃない、松井さんも男性経験がないという噂があるぞ。松井さんも SKE48 に11歳で加入してるからね。SKE48 も恋愛禁止ってことなのか？そうよ。今は知らないが、昭和の女子プロレスも恋愛禁止だったから、納得できるぜ。ハリウッドジュリナは忘れよ。あれはドラマだからね。11歳から SKE48 だと本当に恋愛も初恋も考える暇がなさそうだよな。見た目は落ち着いてるけどね。松井さんは非常にストイックな人だそうで、アイドルとして頑張っている間は、プライベートでの恋愛どころではなかったそうだぞ。私もそうだと思うわ。私たちのファンが大事な恋人です、みたいなスタンスを守ったのも、プロフェッショナルなアイドルとして立派だぜ。今は SKE48 やアイドルからも卒業して、素敵な大人の女性よね。焦らずに自分のペースで恋愛をしていけばいいと思うぞ。6人目に人物は川口春奈さんだぜ。ファッションモデルとして芸能界デビューし、現在は女優として活動している人だぞ。大河ドラマキリンが来るの貴重様、かっこよくて素敵だったわ。違法なお薬のスキャンダルで降板した女優のピンチヒッターだが、あの役で一気に注目を浴びたぜ。そうだったのね。しかもあの役を演じる前まで、川口さんは時代劇の経験がなかったんだぞ。じゃあ短期間で身のこなしやセリフ回しを身につけたの？すごい。度胸があって、逆境でもチャンスをものにするってまさに貴重様そのものだよな。その通りだわ。その川口さんなんだが、彼氏がいるというスクープが出てくる前まで、男性経験がないという噂があったんだぞ。信じられないわ。ネタで結婚報告をブログでして入るが、インタビューでは男性経験がないと発言してるぜ。随分前のインタビューでしょ？そうだぜ。いろいろな男性との噂もあったし、イケメン格闘家とは破局したっていう噂もあるぞ。もう大人の女性だもんね。噂でしかないってことだが、川口さんの多忙さを考えると信じそうになるぞ。そうかな。女優業で売れっ子になると、演技以外のことでも忙しくなるぞ。そうなるとお付き合いの時間を割くのも大変になるぜ。そうかしら？いつも同じような役ばかり演じるとは限らないから。自分の中での切り替えやセリフを覚えるだけではない作業も必要になると思うぞ。それもそうだけど、なんだか信じられないな。
しかし男性経験があってもないように見せられるのも女優だぜ。それはあり得るわ。それに不明なままにしておく方が、より川口さんの魅力が増すと思うぞ。確かに。7人目に紹介する人物は川島海香さんだぜ。女性パフォーマンスグループ9の元メンバーで、現在は女優として活動している人だぞ。不思議な透明感のある女優さんよね。小学校6年生でスカウトされ、女優業を軸に芸能活動してきたぞ。子役出身なのね。テレビドラマ中心だったが、今は声優や舞台女優としても活動してるぜ。へぇ。今はあんまりテレビに出てないからどうしてるのかなって思ってたわ。スキャンダルが起こるまではテレビにかなり出てたぞ。え？スキャンダルって？2017年10月に既婚者のテレビ関係者と手を繋いで歩いているところを、スクープされてるんだぜ。あらら、それ、あれよね。それまでは男性経験がないと公言していたんだが、このスキャンダルで清純派のイメージが壊れちゃったんだ。イメージって大事だもんね。そこからテレビ出演がかなり減ってしまったんだぜ。相手が既婚者っていうのが良くなかったってことね。それもレギュラー出演している番組の関係者だったんだぞ。ますます頭を抱えちゃう案件ね。とはいえ、この一件で女優業を舞台にチェンジして、さらに本格化できたっていうプラスの面もあるんだ。確かにテレビに出まくっていた頃の川島さんってアイドルっぽかったものね。スキャンダルもたまに役立つってわけだぜ。ところで川島さんって今はご結婚されてるのかしら？現在も独身で、仕事に邁進しているぞ。なんだか川島さんが出演する舞台を見てみたくなったわ。より美しい大人の女性になった姿を見てほしいぜ。8人目に紹介する人物は須田あかりさんだぜ。女性アイドルグループ SKE48 の元メンバーとして活動した人だ。現在はタレントとして活動しているぞ。須田さんは AKB48 の恋するフォーチュンクッキーに選抜されてたのよ。それからあかりんは、身体能力がすごいの。DDT のスターレスラー竹下幸之助を飛びつき式万字固めで仕留めてたしな。アシスト付きとはいえ素晴らしいぜ。いや、あれは豆腐プロレスのネタだから。普通の人じゃアシスト付きでもあそこまでできないぞ。やっぱりクラシックバレーってすごいのかしら？プロの格闘家でもバレーダンサーに喧嘩打ったら、足技で再起不能にされるっていう意見があるから間違ってないぜ。もうプロレスとか格闘技は良いわよね。満足したぜ。でも須田さんも男性経験がないって噂があるの？ああ、アベマ TV に出演した時公言してるぞ。ええ？須田さんは SKE48 に在籍した13年間、ノースキャンダルだったんだよな。リーダーでもあったから、それどころじゃなかったのよ。2022年に卒業してからも、男性経験なしを継続中だそうだぞ。弾けちゃってもいいのに。ご本人は始め方がわからなくて困ってると告白してるぞ。あかりん。慌てなくても問題ないと思うぜ。そうだけど、ぶっちゃけ納得できない関係なら始めなくてもいいし、NG だと思った相手を経験と割り切って、ってのも良いことじゃないぞ。説得力あるわね。納得できて、大好きだと思える相手と出会えたらいいと思うぜ。そうよね。9人目に紹介する人物は南沢奈緒さんだぜ。女優として映画やドラマ、舞台で活動している人だ。落語が大好きな女優さんで、講座名もあるのよね。彼女も男性経験がないと公言していたぜ。もうなんだか清潔感とか清純さとかものすごく感じるもん。ものすごく納得できるわ。アイドル的なポジションの女優だった頃に出演したテレビ番組で、男性経験がないと公言していたんだぞ。当時はまだ若かったんでしょ？そうだな、10代だったと思うぜ。ならありえるんじゃないかしら？青春ドラマっぽいものに引っ張りだこだった時期だから、それこそ恋愛をしている意図間もなかったと思うぞ。毎日仕事のことで頭がいっぱいだったでしょうね。単に台本読んでセリフ覚えるだけで演じられるわけでもないだろうからな。その通りよね。休日は寝ていたいっていうのが本音だったかもしれないぞ。それ、わかるー。しかし真面目な南沢さんにも2018年にスキャンダルが降りかかったんだぜ。え？お相手はお笑いコンビオードリーの若林正康さんだぞ。歳の差すごくない？若林さんが当時40歳で、南沢さんは28歳だぜ。歳の差カップルだったのね。1年で別れたけどな。これで南沢さんも男性経験ありってことになったのね。南沢さんも若林さんに感謝していたし、若林さんは人間にしてくれたと感謝してるぞ。そのすぐ後に15歳年下の女性と結婚しちゃうのよね、若林さん。南沢さんの教えで成長できたんだろうと思うぜ。南沢さんは個人事務所を設立し、やりたい仕事も趣味もたくさんありすぎて、今は時間が欲しいそうだぞ。また恋愛する暇がなくなっちゃったのね。ラストの10人目に紹介する人物は桃田かな子さんだぜ。女性アイドルグループ桃色クローバー Z の人だ。女優やタレントとしても活動しているぞ。桃田さんって笑顔を見ると、ものすごくハッピーな気分になるわ。私の大好きなアイドルの一人よ。
桃田さんは桃色クローバー Z のリーダーとして、ふさわしい笑顔の持ち主だよな。可愛いし、美人だし、声にも魅力があるわ。桃田さんの在籍している事務所は、基本的には恋愛禁止にしていなかった。という話を聞いたことがあるんだが、桃色クローバー Z はアイドルだから恋愛禁止なんだぜ。アイドルはバーチャルな恋人みたいなとこあるしね。そういう仕事のこともあって、桃田さんは男性経験がないと、バラエティ番組で発言していたぞ。仕方ないわよね。恋愛や結婚への憧れはあるそうだぜ。そうなのね。元ももクロメンバーの早見あかりさんの結婚生活には憧れてるみたいよ。そうは言っても、恋愛も結婚も相手がいて成立するもんだぞ。なかなか恋愛が成立しないのは桃田さんのマイペースぶりにあるそうだぜ。確かに桃田さんってブレないとこがあるのよね。でもリーダーとしては重要だと思うわ。仕事で期待されていて、しかもそちらに夢中でいるなら、恋愛はどうでもよくなるかもしれないぞ。でももったいない気もするわ。桃田さん、可愛いじゃない。本人に興味があっても、本当はどうでもいいと思っているなら、男性経験がなくても十分楽しく生きられるぜ。そうなのかしら。現在、桃田さんはアラサーでプレッシャーがあるかもな。でもアイドルとして貫いていくなら、そのままのスタンスでもいいと私は思うぞ。周りの目や意見なんて気にせず、みんな好きなように生きれたらいいよね。もしいつか素敵な男性と巡り会えたら、その時は幸せになってほしい。ということで男性経験がないと噂される芸能人を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。